じゃあいいですか、じゃあ構え、まず構えのポーズ、パッこういう感じですね、構え、はい、じゃあいきます、はい、できてる、そう、そうそうそう、かけっこするみたいな感じね。それでじゃあお姉さんがやってくれますから、じゃあ見てください、じゃあお願いします、だけ。下から左から前、ぐるっと飛びます。右に飛ぶ。次反対に左に飛ぶ。4回、2回続けるんでしたっけ？で右で次左だから、左肘を右の方に、はい、次左、それを右左右左だよね、はい、そう右右左左で見るように、眺めを見るようにして、そうそうそう、はい、で続きまして両、はい、そうお姉さんですね、右から行きます、はい、右左クロスですね、クロス、はい、前バッテン、
ですよ。左で正前でクロス、はい、はい、クロスから右足を前、あ、そうだ、ごめんなさい、はい、一番下シーター、斜め、あ、横、斜め上だね、クロス下斜め横斜め、はい、それから右足を前にしてくるとで左足前になるはずなんです。左足を前にしたらぐるっと回ります。1回転できたかな、1回転、そう、ぐるんと待って1回転、はい、前の人も教えてあげてください。前で音を取ってないで皆さん次に感想いきましょう、はい、感想、はい、はい、行きます、次行きます、はい、皆さんお姉さんの方見てください、はい、5678123456781234、どん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 、すごいね、できてますね、はい、はい、はい、ここまでが、今やったところですね。じゃあここまで音楽でやってみましょうか。で2番目までいっちゃいますよ、2番目までね、はい、じゃあいくよ、じゃあ構えて、はい、じゃあ構えて、じゃあいきます、はい、お願いします、できてますね、できたね、じゃあ次サビの部分お願いします、はい、さあ誰も、じゃあ音楽に、はい、お手本しますね、サビの部分とヤーレンソーラン節までね、サビの部分とソーラン節まで、じゃあひとみ姉さんお願いします、はい、はい、じゃあいきます、
じゃあサビの部分とサオランムシの講習をお願いします。じゃあさあ誰も彼も、はい、はい、1、2、3、4、4拍で前に出ます。両手を広げて、はい、1、2、3、4。そしたら右から、右、横と前、そう、はい、次、逆、左、そうです、はい、次、はい、斜めに1、2、3、4、4回。次、右手を上、左手をこうですね、お姉さんみたいに、はい、それも4回、はい、そんな、はい、1、2、3、4、5、6、7、8で前に行きましたね。次の踊りはその踊りと同じで、今度後ろに下がります。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、ね、そうです。はい、続いてヤーレンソーラン、ヤーレンソーラン、ソーラン節、変身ですね、変身、変身、やれんそらんよって、左からぐるんと回ってそらんよ、両手を左の方に上げますよ、最後はね、はい、それで右手をぐーっと引っ張ります。そうそう、そうです、はい、次、はい、左からダンヨー、よいやさ、左、右、ぐるっと回してガッツポーズ。その時にかけるのはよいやさって言います。はい、はい、また続いて左からやれんそーらんよー、はい、続いて同じく左、右、次、右、右、はい、左、はい、右、上で右、そうだよね、やれんそらんよーで、右、左、右、左だっけ、左を7で左だね、そうだよね、わかりますか、はい、じゃあ続いてソーラン、それを短い、短い感想、はい、短い感想、はい、はい、はい、短い感想、左の方向に向きます。次、逆、最初のと右手を前に、はい、で4回、1、2、3、4、5、6、7、8、こっちで、いや、それ、はい、そう、繰り返しです、はい、はい、はい、じゃあそこまでいきますか、そこまで、じゃあ覚えたとこまで、音楽かけますね、もう一回音楽いきますよ、じゃあさあ誰も彼もっていうとこからね、お願いします。じゃあいくよ、はい、構えて、
で、もうこれ終わったらもう7割はできてますからね。あと3割頑張って覚えましょう。長い感想ね、これから盛り上がるところですから、皆さん見て覚えてくださいね。